まにさ、あの口癖なんだろうけど、その何々考えてると天才だと思いませんかみたいなことを言われることがあって、豚に生姜入れて焼くって考えたやつも天才だと思いませんかって言われたことがあって、ちょっと待ってね、ない世界を一回考えてるけど確かに、いや分かんないけど俺はたどり着いたかも臭みとか油とかめんどくせえそういうことを言ってる、でもでもさなんつってたあるよ、これとこれを思いついたやつが天才だと思うことあるよ。俺そのひき肉ピーマンはそれなりに天才だと思うよなんでと俺そこにたどり着かないと思う。でも俺豚と生姜は俺自力でいけっかもなんか会話になんなかった俺かすってニンニク豚はあると思うんだけど生姜まで行き着く自信ないわ。 あとラーメンを初めて見た時